夢は主にレム睡眠中に脳が活発に活動する結果生み出されるものであることが分かっていました。1953年に睡眠中に眼球運動が活発になるフェーズがあることが報告され、レム睡眠と名付けられました。レム睡眠中は脳は活動していることが知られています。ノンレム睡眠と呼ばれる別のフェーズでは脳は休んでいる状態です。普通だいたい 4,5 回のサイクルでレムとノンレム睡眠を繰り返していると言われています。最近の研究では記憶学習や脳機能の回復などの効果は主にノンレム睡眠に由来することも分かっています。レム睡眠の役割は長い間大きな謎でしたが、レム睡眠がノンレム睡眠中にデルタ波と呼ばれる記憶の定着などに重要な脳活動を強めることを発見しました。大学院生の頃にレム睡眠に興味を持ち、ポスドクの研究として遺伝子操作による全く新しいアプローチから挑めたらと思い、マウス遺伝学の第一人者である糸原先生に相談させていただいたことです。林博士が当研究室に参画する際に、レム睡眠が生後の脳発達に及ぼす意義を明らかにしたいと提案したことが発端です。レム睡眠は新生児で最も多く次第に減少することが知られており、大変興味深い設問です。この研究ではまずレム・ノンレムスイッチ回路を同定しました。これらの神経回路の進化の歴史が浅く、レム・ノンレム睡眠スイッチの獲得は、脳機能の高度化に大きく貢献したと考えています。またマウスの、レム睡眠を選択的に阻害する遺伝学的手法を確立したことです。このことによって、レム睡眠の生理学的意義を解析するための信頼できる手段を手に入れたことになります。研究上の大きなリスクは、時間のコストです。このリスクを恐れずに、定めた目標の達成に向けて取り組む姿勢を印象深く思います。また、この研究の提案もそうですが、アイデアに、富んでいます。私のマウスの脳科学に関するほぼ全てのノウハウは糸原先生にご指導いただきました。また研究に関して長期的な視点で忍耐強く取り組む姿勢も糸原先生に教わりました。細胞系譜実験は、純粋に彼のアイデアによるものですが、完全にレム睡眠を阻害する観察をした時には大変興奮しました。また私は個人的に彼の先見性を非常に尊敬いたしました。私たちの今回の研究や他のグループの研究から睡眠が記憶学習に重要なのは間違いないですが、記憶学習以外にもまだまだいろいろな機能があると考えられます。今回の私たちの研究からレム睡眠とノンレム睡眠のバランスといった睡眠の質が重要であることが分かりました。現在の汎用されている睡眠薬の多くはレム睡眠を減らすことも知られていますので、今後は、そういった点で睡眠の質にも良いものを開発していく必要があるかもしれません。今後はレム睡眠の遮断や増加が脳発達や神経疾患の発症に与える影響を明らかにしていきたいです。